皆さん、こんにちは。NHK 大河ドラマ「どうする家康」での横暴ぶりが報道されていた嵐の松本潤さん、事務所騒動の渦中であったこともあり、世間からは松本擁護派と否定派で意見が分かれていました。そんな松本さんは報道を気にしたのか、現場で突如性格が丸くなったと言われ、スタッフへの対応も変わったようです。さらにはプロフェッショナル仕事の流儀を撮影し終えていたにもかかわらず放送されなかった理由も明かされました。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず NHK での横暴ぶりを振り返りますが、松本さんは現場では殿と呼ばれ、喫煙禁止の前室でもタバコを吸い、大所帯の撮影現場で時間が過ぎ撮影が押し出すとスタッフに殺すぞ、ちげえだろ、てめえなどの暴言、ハラスメントが関係者から告発されていました。自身の意に沿わないことがあれば怒鳴り散らし、フロアディレクターを務めていた若手スタッフの精神を病ませるなど、現場は悲惨なものとなっていました。演出についても松本さん自身はジャニーさんから演出を学んでいると公言していたことから、コンサートと演技の演出を履き違えたまま自身がよく見える方向に話を進めていき、あいつの演出はダメだ、俺が主役なのに、あいつを外せなどと言い放っていたそうです。中でも目立ったのが脚本や演出の解約です。撮影に向けカット割りを脚本に書き込んでいく過程では、俺は絶対にそんなことしないから、こう口にし修正を求めます。常に家康としてではなく、俺がどう見えるかばかりを気にしている様子でした。さらにはその履き違えた演出術を用いた脚本の解約ぶりも取り上げられ、もともとの台本では松山健一さん演じる家臣の本田正信と杉野遥亮さん演じる小平太が、地の利を生かさねば10万の兵とはやり合えませぬ、榊原康政策を剣じまする、許す、ここは兵を引かず前に出てはいかがかと、こんな会話を繰り広げるはずでした。ところが台本には家康のセリフがわざわざ赤字で、いや待つだけでは勝てぬ、前へ出るぞと加筆されており、代わりに小平太の前に出てはいかがは削除、家康のリーダーシップを強調するため小平太のセリフを奪った形になっていました。2つ目は第32話、小牧長久手の激闘、深い堀を作り直し守りから攻めへ転じて秀吉軍を撃破するシーン、解約の証拠となるのは台本を元にした古沢氏の著書どうする家康。小平太は紙を広げおもむろに図面を引き始めた。小平太の案に家康はうむっとうなずいて、それがこの堀を作るという計画であったとあるのですが、では実際の放送はというと、机の上にある地図を引き寄せた家康はひらめいたように、小平太、この堀を作り直せ、気づかれるなよ、堀を作るという重要なアイデアの主が小平太から家康に変わっていたのです。松本さんは表情だけで演じることを嫌がり、もうちょっと言わないと俺は芝居がしにくいなと共演者のセリフを自分のものにし、こうして現場ではセリフ泥棒というあだ名がつきました。これには共演の松重豊さんも怒りをあらわにしていました。関係者は松本さんがキャスティングにも大きな影響力を持っていたと明かし、松本さんが気に入らないからという理由で出演から見送られた役者がいることを明かし、その一人が事務所の後輩であるスノーマンの伊達様こと宮舘涼太さんでした。宮舘さんの将来の夢は大河に出ること、その実現はあと一歩のところまで近づいていたのです。内定していたのは秀吉から才能を認められ、後に家康側に従軍する武将の一人という重要な役どころ。昨年6月某日に行われていたどうする家康の撮影でも緊張した様子で松本さんの撮影を見学していたそうで、事務所スタッフは多忙な宮舘さんのスケジュールを調整し、万全の体制で衣装合わせに備えていました。しかしこのキャスティングに松本さんはまだ大河に出る器じゃないと切り捨て、宮舘さんの出演は見送られ別の俳優が起用されていたのです。
かなり尖っていた松本さんですが、報道後に改心したのか性格が丸くなったと言われていたそうで、大河関係者は、松本さんはフロア全員に聞こえるような大きな声でありがとうございますと言ったりするようになりました。確かにアイコスも前室で吸う姿は見なくなりましたね。ただ楽屋では相変わらず吸っていた。そもそも楽屋も禁煙エリアなんですけどね、誰も注意する人はいません。結局そのまま10月26日にクランクアップ、ようやく終わったという感じですと明かしていました。大河の恒例であるプロフェッショナル仕事の流儀が松本さんに密着していたのですが、旧ジャニーズの性加害問題で放送が保留になっているなどと報じられていたのです。44年間にわたって旧ジャニーズのタレントが出場してきた紅白歌合戦も昨年の出場はゼロ。櫻井翔さんが司会を務める日本テレビ系のバラエティ番組1億3000万人の小チャンネルも2024年3月末で放送が終了します。松本さんにとって大河ドラマの主演には並々ならぬ意気込みがあり、松本さんは自宅とは別に大河撮影中に過ごすための超高級マンションを NHK の近くに借りていました。仲のいいスタッフや共演者を呼んで飲み会も開いていたようですが、その時に鎌倉殿の小栗旬のように闇落ちする家康を演じたいとも話していました。2022年の大河ドラマ鎌倉殿の13人で小栗さんは北条義時役を演じ、源頼朝の側近だった義時は政敵を排除しジップすらも失脚させて最終的に鎌倉幕府の実権を握ります。そうした残酷なキャラクターになりきった小栗さんの演技が闇落ちと話題になりました。小栗さんと松本さんは2002年の連ドラ極戦で共演。過去に出演したテレビ番組で松本さんは当時は小栗くんと仲が悪かったと明かすも、2005年の連ドラ花より団子で再共演し、その関係を深めていきました。今は親友でありライバルといった感じでしょうか。松本さんは小栗さんのことになると嬉しそうに話すのですが、その評価にはすごく敏感なんだとか。鎌倉殿の13人の撮影中、小栗さんにもプロフェッショナルが400日にわたって密着。2022年5月に放送されました。松本さんにもプロフェッショナルのオファーがされたところ、小栗くんを撮ったディレクターさんがいいと指名していたようなんです。松本さんとしては小栗旬に負けたくないといった気持ちもあったのでしょう。しかしお蔵入りの危機となっていたこのプロレフェッショナル、果たしてどうなったのかというと、最終回の3時間前、大河ドラマ舞台裏スペシャル、もう一つのどうする家康という特別番組が放送されたのですが、実はこれを担当したのがプロフェッショナルのチームだったんです。実際特別番組で松本さんはクランクアップの時に、どうしよう誰も来なかったらみんな忙しかったんだろうなって言い聞かせるよなどとつぶやいていたのですが、この時カメラを持っていたのは松本さんご指名の A 氏。エンドクレジットにも A 氏らプロフェッショナルの主要スタッフが名を連ねていました。旧ジャニーズタレントである松本さん個人の生き様にフォーカスするプロフェッショナルではなく、あくまでどうするの番宣として放送することになったようなんです。しかし結局番宣も虚しく、期間平均視聴率は 11.2% と歴代ワースト2位を記録。これもやはり報道と脚本が原因ではないかと世間からは声が寄せられています。小栗さんを意識する松本さんでしたが、こうした報道から座長としての資質に疑問が残り、多くの共演者がインタビューで松本さんについて語っていますが、責任感ある、芝居に悩んでいた、チームワークを大事にしていたなど、どれも表層的で具体的なエピソードはなく、一方小栗さんの評価は、北条政子役を演じた小池栄子さんは出演した番組で小栗さんを尊敬していると語った上、リハーサルでわざとミスして周囲を和ませたエピソードを
明かしていました。父親役を演じた坂東彌十郎さんは、自身の演技に悩んだ時に、父上、もう一回やってもいいんですよ、と小栗さんから声かけをしてもらい、助けられたと感謝していたそうで、今もメールでのやり取りをしているそうです。鎌倉殿、放映終了後、都内の寿司店で脚本を務めた三谷幸喜さん、共演者の菊池凛子さんらと一緒に寿司店で打ち上げをしていたそうなのですが、そこに居合わせた客にも小栗さんは気さくに話をしてくれて、楽しい時間を過ごしたようです。2023年6月には芸能事務所の社長にも就任しているだけあって、その器の大きさがよくわかります。小栗さんのような逸話を松本さんも持っていれば、状況は違っていたでしょうし、事務所の騒動下中で挽回するのに必死だったのかもしれませんね。今回の一連の件に世間は、ここのところ NHK 大河をずっと見ているが本当にひどかったと思う。脚本なのか、それとも松潤の横暴ゆえなのか、ストーリーがめっちゃ陳腐で、鎌倉殿や麒麟に比べるまでもなく、なんじゃこりゃの連続だった。光る君への方がスタートの視聴率で低かったらしいが、少なくとも松潤が木彫りのウサギを持って走り回る姿を見せられるより全然いい内容だった。スタッフにやっと終わったってほっとされるような主役って最悪じゃないですか。子供たちにも勉強のため最初から見せていましたが、誰も見なくなってしまった。1週間で5キロ落として挑んだという織田信長との激しい言い合いのところを見ましたが、岡田くんの演技が迫力あるのに対して、松潤が本気で準備してきた演技に見えず、落ち込んだ表情から激高する場面なら顔に血管でも浮き出るほどの演技をしてほしかった。ちょろちょろ信長の周りを回って叫び、本当に演技が下手だと思った。1年見たが、松潤氏、一度も家康が乗り移っている感じがなかった。残念ながら家康をやるには美形すぎたのと、役者としてはまだまだという感じ。これは小林旭氏の論評通りだろう。撮影現場のいろいろな話は漏れ聞くが、松本人志氏のように裸の王様になると、からなずしっぺ返しが来るので要注意。タレントも上に立つような立場になれば、それなりの社会性と普遍性を求められる時代。人気におもねって横暴に生きていると、文春に狙われますぞ、などの意見が寄せられていました。視聴者は見続けるたびに、この大河は歴史に名を借りた完全フィクション大河なのだと思った瞬間に固定ファン層が離れ、松本さん目当てのファンもあまりにもフラフラした序盤の姿に失望したというのが実情だと思います。個々の回には優れた演出もありましたが、軸をどこに置くかという判断で間違えたように思えます。こう言ってはなんですが、この脚本なら主演も松本さんではなく、コメディータッチに耐えうる役者の方が良かったのではないかと思いましたし、王道である戦国大河での大失敗は NHK としても大打撃だったでしょう。これに反して今期の光る君が低視聴率ながらも評判がいいというのは皮肉なことです。今後の松本さんにはどのような試練が待っているのでしょうか。要注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。